こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はセレニアス・モンクのお話しますね。もう大好きなピアニストですけどね。もう曲がかっこいい曲いっぱいあるんですね。ものすごく。ちょっとマニアックな曲が多いですけどね。一般の人があんまり知ってる曲ってモンクの曲でないかもしれないですね。やっぱりどうしてもビル・エヴァンスとかそういった人の方がゴージャスな感じがするので、またエヴァンスもやりたいと思いますが、今日はセレニアス・モンクという人ですね。まあ、これうちの生徒にザ・ロニアス・モンクって誰ですかって聞かれたことあるんですけど、ここで切っちゃダメですね。セロニアスって呼んでくださいね。セロニアス・モンクですね。セロニアス・モンクはですね、パーカー・ディジーって名前じゃないですか。パーカー、チャーリー・パーカー、ディジー・ガレスピーと並んで、ビバップ創世記の革命児であります。独特のサウンド感を持ってまして、まあ、やっぱちょっと変わった、気候が多かった、ジャコ・パストリアス・シカリ、ジャコの方がだいぶね、若いですけど、気候の多かった人ですね。ミュージシャンから非常に尊敬されてたという形の人ですね。本当にモンクはやっぱり必ず通りますね、ミュージシャンがね。なので、もう知っておかなきゃいけない人ですけど、ちょっと変わったサウンドの。でもやっぱりね、ミュージシャン後でもお話しますけど、モンクが演奏してるやつよりも他の人が取り上げたモンクの曲の方がいいってよく言われます。ただ、やっぱりモンク大好きな人からするとやっぱり本人が一番いいってこと。僕も本人大好きですからね、よくビデオで見てますけど、すごいこう、ガツガツガツって弾く感じの人ですからね、かっこいいピアニストだと思います。それでは始めていきましょう。パーカー、ディジーと並んで、ビル・創世記の革命児。1917年生まれで、ディジーと同い年でですね、パーカーってね、実は1920年生まれでね、年下なんですよね。僕絶対パーカーの声って思ってましたけど、ディジーと、モンクの方が、まあ、先輩に当たるわけですね。人間的にはね。でもやっぱパーカーが凄すぎたんでしょうね。なんか、なんとなくパーカーがドカーンってあって、なんかその横にこう、ディジーとこう、まあディジーはもうすごいんですよ。すごいんですけど、どうしてもパーカーが革命しすぎたので、なんとなくこう、パーカーが前面に出ちゃう感じがしますけど、ディジー、あれですね。ディジーなとか、ディジーですね。ディズと同い年ということですね。はい。ミントンズハウスっていうところ、プレイハウス、ここのまあ、ホストピアノをやってたので、ミントンズハウスって、ミントンズプレイハウスっていうのは、チャーリー・クリスチャンとか、まあ、いわゆるそのギタリストで有名な、もうギターのビバップと言われた、チャーリー・クリスチャンと言われてるぐらいなので、ここで演奏された、まあ、録音が残ってますが、まあ、夜中とかにものすごく実験的な演奏をしてたんですね。だからみんな演奏が終わったらミントンズハウスに行ったって、マイルスも帰ったので、ここに来てやってたところの、まあ、ピアニストだったんで、マイルスなんかも、絶対にこうお兄さんとして慕ってたはずなんですね。まあよく電気でもいっぱい出てきますけど、まあ、1970年頃からもう舞台からも姿を消してしまってですね、1982年には脳梗塞で亡くなってしまうということですね。多分この後半あたりずっとパノニカにだいぶこうかくまってもらったりとか、まあ住む家もなくなっているので、お家をもらってか住む部屋もらって、ピアノも買ってもらってっていうことをしてますので、ね、まあ、買ってもらったのあたりこの辺の、もっと舞台から姿を消す前だと思うんですけど、こういったところでやってみますね。はい。独特のサウンド感ということですね。これはうちの、ピアノ先生に聞いた話です。ピアノに向かってずーっと音の響き、こう、二つやったり、この音やったりとか、もうずーっと音の響きを研究してた人だったそうですね。もうずーっともう、まあ、こもって、こう、いろいろ。実験してるって感じの人だったそうですね。リズミックアプローチが多いですね。だから、モンクのこうバッキングをドラムは左手で練習しなさいって言われたし、僕もよくこうバッキングの左手のコンピングって言われてね、こうバッキングが苦手だったので、誰をやればいいかってよく言われるのはこのフランキー・ダノプって言ってですね、モンクのバンドのところにいたドラマーの、いや、どうしてもピアノもこう打楽器的アプローチが多いんで、どうしても打楽器的アプローチが上手くなるということで、ダンロップは非常にかっこいい、なんかわかりやすいコフレーズって感じますね。ドラムソロもすごい綺麗な感じのドラムソロですね。最初はなんかね、初めて聞いた時はやっぱ流暢なドラムが好きなんで、なんかやっぱかっこいいっていう感じが、まあウェックルとかね、例えば、そうね、フィリジョーとかね、そういったものを好きだったんで、なんかこう、ちょっと、イモい感じがしたんですけど、今、聞いてみると、だん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 じわじわ、こっちの方がいいなっていう、こう、ハマる感じのタイプのドラマーですね。フランキー・ダノップも、モンクのピアノもそうですね。モンクの演奏はどっちかというとですね、こう、洗練されてるという形ではあんまりなくて、こう、ゴツゴツとガーンって弾いてくるタイプなので、なんかこう、エヴァンスみたいにこう、なんていうの、
こう繊細にって感じなんです。サウンド感は非常にこう繊細な感じなんですけど、弾き方がゴツゴツしてるんで、ちょっと苦手な人は多いんじゃないかなと思いますね。なので、まあ、他の人がプレイしたモンクの曲の方が好きって、これ、プロミュージシャンもよく言いますからね。モンク好きな人からすると何言ってんだって話になると思うんですけど、モンクの曲を、まあ、この他のミュージシャンが弾いた演奏ってすごい良くなったりするっていうことですね。やっぱ作曲とかやっぱりサウンドに対する、こう、やっぱり、こう考え方がすごかったんでしょうね。はい。気候が多かったということですね。来日公演でも自分の揃いがあるときは席から立ってうろうろしてるんですね。これ下に貼っときましたけど。本当に自分の演奏が終わったら突然うろうろして、でも自分のアドリブのとこになったらスッて書いてくるんですね。やっぱりすごくこう。まあなんかいろいろ、多分、健康のためにね、薬をたくさん飲まれてですね、そんな感じになってるんだと思うんですけど、うろうろしてます。大丈夫とか思って、テレビ映ってるよとか思っちゃうんですけど、もう本当に可愛らしい。でも演奏はすごいね。かっこいい演奏してますね。演奏中にどっかに行ってしまい帰ってこなかったこともあるということですね。まあこれはよく聞きますけど、マイスの事例にも書いてあったりしますけどね。村上春樹さんがですね、まあ彼の話を、まあジャズ、村上春樹さんってもともとジャズ喫茶やってたじゃないですか。佐山雅宏さんがね、村上春樹さんのジャズ喫茶によく行ってたんですって。で、初めて一冊目の本買った時に、付き合いで買ったのに、めちゃくちゃ売れちゃったじゃないか、金返せって言ってましたけど、まあ、そんな、だからすごくジャズの人の、お話多いですね。ハンク・ジョーンズのお話とかも出てきますもんね。私非常に好きでよく、もう彼のね、やっぱり、文体がすごくジャズを思わせる、彷彿とさせるような感じがすごくして。なんかこう音楽が聞こえてくる感じがするしね。で音楽すごく多いでしょ。ま、クラシックも僕好きで、マルタ・アルゲリッチというピアニストとかすごいよく出てくるし、もうノルウェーの森もそうだけど、ポップスとかロックとかそういったものもすごくちゃんといろいろ、まあ、すごくいろんな音楽聞かれてるんだと思うんですけどね。で、モンクのことに対して彼の音楽は、何かすごいものを理解しがたいパッケージをテーブルの上にひょいっと置いて、一言もなくまたふらりと姿を消してしまう謎の男みたいだった。すごい表現力上手ですね。って思いましたね。こんな感じが僕もします。はい。ミュージシャンからですね、非常に尊敬されていた。モンクの演奏ね、エリントンが気に入ったりしてた動画が確かね、あったはずなんですよ。なので、もういろんなミュージシャンがこう、モンクがソロで弾いてるのをずっとみんなで見てるっていうことはですね、みんなやっぱりこう、新しいサウンド、モンクのやる新しいサウンド、なんかすげえことやるぞっていうのをすごい期待してたんだと思うんですね。なので、ミュージシャンからめちゃくちゃ尊敬されてますね。マイルスも自伝で彼を尊敬してると書いてますね。バグズグルーブっていうアルバムでですね、喧嘩セッションと言われて、マイルスが、まあ、俺の後ろでバッキングするなって言ったんですね。でも、まあ、本当にそうなんですよ。マイルスの求めてるサウンドに対してガーって間埋めちゃうんで、そういうことしないでくれって言っただけで、俺はそんな、彼にそんな、なんていうかね、こう、音楽がそういう風なだけであって、別に彼にそんな喧嘩腰で言ったら、彼の方が身長でかいし、殴り殺されてるよっていう話を書いてましたけど、まあ、本当に尊敬してたんですね、本当にこうラウンドミッドナイトの演奏をね、こう演奏して、まあ、文句の曲なんですけど、で、マイルスが演奏してて、すごい評価をもらった時に、こう、みんながすごく今日の演奏素晴らしかった、自分もできたと思ったら、違う、マイルスって言われて、すっごいこう、口論になるんだけど、まあ、ある日、なんか、全然そういう大きいホールじゃなかったけど、ちっちゃいお店で、こう、演奏した時に、マイルス、そうだ、それでいいんだって言われて、すごい誇らしげだったみたいな。やっぱりすごいこう、もう自分の音楽をすごい追求してた。やっぱ音楽家なんでしょうね。やっぱ出ないとあんなラウンドミッドナイトみたいな難しいね。でも、あんな難しいのにすごい美しく聞こえるって曲なかなかないですよね。本当にジャズって感じのサウンドを作った人だと思いますが、本当にミュージシャンから非常に尊敬されてたミュージシャンだと思います。はい、最後に。やっぱり天才はちょっと変わってますよね。僕も人のこと言えないと思うんですけど、やっぱミュージシャンちょっと変わってますよね。集中力演奏に使いすぎちゃうんで、普段なんかもう大体普段よだれたらしてるんでね。もうダメダメくんだと思います。だって物をなくさないことがないですよね。基本的に。あれさっき持ってたのにっていうのがすっごいありますからね。本当によくあるんですよ。ミュージシャンっていうのさっきまで楽屋でこう譜面の束持ってるのに、本番のところに行くとどこを見てもないんですよね。どこにやったかわからないまま譜面ってなくなるんですよね。本当にね。サックスの人はこのリードのこのケースなくす人多いし、僕もチューニングキーは死ぬほどなくしますよね。
あと、六角レンチなんか、何回なくして何回買ったことかって感じですけど、そんな感じで、さっきそこに置いたはずなのにな。ね、携帯電話をしょっちゅう探してますしね。本当に、携帯電話見つかるモードってあっていいな。あれ、チューニングキー見つかるモードを作ってくれないですかね。なんか iPhone でピッて探すと、チューニングキーがバーッと震えるとかね。そういうのがあるといいかなと思うんですけどね。はい、まあ、天才、そんなこと考えるのは、天才じゃないですよ。僕はもう全然凡人なんですけど、天才がやっぱちょっと変わっていて、素敵だなと思います。ということでございました。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。